こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、公開ウェブ相談でございます。今日の相談は、ママさんは若いですよ。33歳、3児のお母さん、はい、中学3年生の男の子、小学校2年生の女の子、小学校1年生の男の子の3人のお母さん、ママさんでございます。でも33歳若い、羨ましいで、彼女の悩みは4人目をね、待望しておられて、ただね、一番上の子が中3です。さあ、思春期のこの多感な時期に4人目がもし、まあ、生まれてきたとしたら、そのママの妊娠とか出産とかっていうのを思春期の子はどのように捉えるんだろうかっていうところで葛藤があるようですね。わかります、私その気持ち。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。そのような4人目を待望している思春期を育てているママの相談に乗ってみたいと思います。では早速ですが、3時のヒロインさん呼んでみたいと思います。こんにちは。おはようございます、こんにちは。3時のヒロインさんって長いんで、ヒロインさんでいいですか？はい、よろしくお願いします。それでは悩んでんでね、4人目で。はい、もう妊活はしてるの？中学3年生と下の子が8歳と7歳の3人の子供がいるんですけれども、4人目を欲しいと思ったのが2年前ですね。下の子が小学校に入学する前ぐらいに、なんかもう一人欲しいなっていうのがパッとこう出てきて、私の中で。それまで、生理不順とか、その生理前の、腰痛だったり、そのイライラがすごくひどかったので、ずっとピルを3年間服用していたんですけど、それをやめたら、まあ、すぐできるだろうっていうのがすごい私の中であって、でそれで2年間なんかできないなってでそれで病院にちょっと行かせてもらったら、その生理不順がまずそれを整えてからした方がいいかなっていうことで、ずっとお薬をいただいてたんですけども、なんか薬が最初は効いてたんですけど、あれ全然効かなくなったって言って、それが6週ぐらいですね、6ヶ月ぐらいやってたんですけど、もう薬が効かなくなってしまって、もう要は生理不順がまた再開っていう感じ。あ、そう、生理不順というか、その私がその排卵がまずできてなくって、それでまず排卵を、その卵を育てましょうということで、そのクロミットっていう薬をちょっと飲んでたんですけど、もう薬がもう最後らへん全く効かなくなったので、ちょっと一旦お休みしましょうっていうことになって、でそれから月日が流れ、友人の紹介で別の病院に行って、そこで診断されたのが、その多嚢胞性卵巣症候群、卵がいっぱいある状態で育たない、育てないとちょっと難しいって言われたの でそこで今の精液検査だったり、その通水検査だったりして、私は問題なかったんですけど、ちょっと主人の精液がちょっと運動不足ということで、もしかしたら体外受精だったり人工受精の方がいいんじゃないかって言われると、うん、でも4人目を不妊治療っていうのが私の中で、はい、4人目不妊治療しましたこの動画を見て、以前されたっていうのを見て、それで4人目を不妊治療っていうのがすごく贅沢なんじゃないかなってことで、うん、周りに相談できなかったり、うん、そうやねで先生にも、あ、4人目って言われて、はい、わかる今もうそれが2年前なので、その時はまだまだ自分も20代過ぎたぐらいなので、うん、全然大丈夫だって思って、まあ、そしたらあれよあれよと2年経って長男がもう受験になってしまうので、そんなことしてる場合じゃないのかなっていう、なんか赤ちゃんはこう選んできてくれるっていうじゃないですか、うん、はい、でこの状態で赤ちゃんは本当はもう聞きたいけれども来れない状況を作ってるのかな私たちがっていう風にすごくマイナスに捉えてしまって。わかるめっちゃわかる。長女ちゃん、小学校2年生の子、はい、ちゃわちゃわ
小1か小1の男子か歴史ぶり、はい、そうです。入学した時がちょっとコロナでちょっと休みが長くって、うん、からなんかまたちょっと始まるまでにこう結構すごくマイペースな子なので自分のペースがこうコロナで一気にまた落ちてしまってで入学するまた再度学校に再開して行ったんですけどもなかなかちょっと学校に馴染めなくって、うん、で今でさえも毎日ちょっと遅刻しながらなんですけども学校には行けてるんですけども週に1回はちょっと休まないとその次男のペースが乱れてしまうんですよ。まあでもなんかそれはいいリズムができてるのかな。じゃあ今はいそうですね今のところは。じゃあまあヒロインさんの不安と心配というかはい、一番ネックになってるのはやっぱり長男、一番上の子がその、うん、4人目生まれてくるっていうことに関して一番ネックになってる、うん、一番ではないのかなその時は思ったんですけど、うん、今はちょっと受験の時なので余計に多分そこで弟か妹が生まれるとどう思うやろうなとかこうすごく考えてしまうんですけど、うんうん、まあでも今は中3でしょ。まあ、今は受験やけど、はい、まあ、もう言ってるうちに受験もう1月やからもうテスト終わるし、うん、もう高校生になりますよね。少なくとも次がもし、まあ、うまくいって生まれてきたとしても長男はもう高1ですよね。そうですね、うん、高校1年生、うん、もしくは高校2年生ぐらいで生まれてくる可能性のある4人目ちゃんかもしれないっていう、うん、そんな感じで私自身、まあ、YouTube でも話してるんですけど私、4人目不妊治療してるんですね。で、当時28歳でした私は、はい、28歳で4人目でもう絶対に欲しかったから、うん、5人欲しかったから4人目でこれなんか体調おかしいなって思って3人目を産んで半年後には病院デビューをしていました。分からんけどなんか絶対これホルモンバランス崩れてるっていうのがあって、はい、体調がなんかいまいちやったりいろいろあってでもそれやったらもう早い方がいいからと思って治療するにしてね迷うことなく病院に行ってでまあ、そこで先生の第一声が、はい、4人目やろ何子供いるのになんで4人目でわざわざそんな治療してまで意味が分かんねんけど、うん、もう3人いたらもういいんちゃうのって言われて、うんうんはい、私が返した言葉がいや先生1人目でも2人目でも3人目でも4人目でも欲しいっていう気持ちは何も変わりはないんです。何人目やからどうっていうそういう先入観は私は違うと思う。私はただ赤ちゃんが欲しいそれだけなんで治療してくださいって言って、うん、でまあ治療開始してまあそれこそ、子宮卵管造影をやって通水をやって定期検査をやって自分の子宮の中も全部見てもらった上で、はい、卵管が1個片方詰まっていることが発覚して、うんうんうん、でそこからまあクロミット内服してタイミング療法でっていうので、うん、半年くらいの、まあ、治療で結果、まあ、妊娠できて、まあ、よかったんですけどもね、はい、まあ、1人目でそういう経験があって周りにもすごいいろいろやっぱ言われるからもう面倒くさいから、はい、私はもう言わんかったんですよね。うんうん、4人目欲しいねん狙ってんねん妊活してんねんっていう話をしてうっそや信じられへんとか言ってみんなに言われつつはははとか言いながら本当はその欲しいっていうのがもうその話の流れで冗談で言ってるノリではなくてマジモノやったから行って病院にも行ってたんだけどそこはもうだから触れず妊活はしてんねんっていう話はするけどそこで止めるっていう風にしてましたね。だから話す必要もないでしょ別にこういう治療なとか言って言う必要もないじゃないですか。ただ欲しいねんだから妊活してね頑張ってんねんけどなかなかできひんねんで正解でしょそれが。そうですね。なのでもしそれをこう話すことで周りの反応がこうヒロインさんの中でなんかこうネックになって引っかかるんであれば話す必要は全然ないんだよ、うん、何でもかんでも話せばいいってことじゃないからね、うんうんうん、嘘はないだけどその深いところまでは別に話さないでいいじゃないですか、うん、なのでいいと思うね。親にも私言ってなかったよ治療行ってる。あ、そうなんですね。人目が欲しいっていうことは言ってたけど、うん、もうこんなもうそれこそ思春期迎えたら子供なんか大変やのにまたやとか言われとったけどね。そうなんです、うん、その意味が分かんない。なんとかなるってとかって思ってたけどまあ YouTube でもいつも話してますけども11人目も不妊治療したし、はい、12人目はほんまに一番高度の顕微授精を半年間やりましたからね。もうそれこそ病院行ったらもうスタッフ全員ハテナが飛んでたよね12人目で顕微授精はみたいな年齢も40歳私この人も何考えてんのみたいな感じで
もうあの先生にもあの僕の三十何年 の, あの産婦人科人生で44歳で治療をしたところで妊娠できた事例が僕の経験ではないって最初に言われたんですよ、はっきり。ああそうなんや、まあまあそう、うん、でもバブバブに来てるママたち見てたら45歳で妊娠してる人いるし、45でもいるし、医学の世界で医療の世界でそういうあの可能性は低くなるっていうことは確かだけども、絶対に妊娠できないっていうことはない、私の尊敬してる産科の先生が言ってたけど、その産婦人医療の中で医学で今分かってることって全体の比率から言ったら 5% くらいしか分かってないんだって。うーん、その生殖っていうところのね、はいはい、分かってないんだって、まだだから、その 5% はこうなるかもしれないっていうところで、その産婦人科医っていうのは動いていくんだけど、あとの 95% は病院の先生でさええっていうことが起こりうる、それが生殖医療であるっていうのを言ってたね、はい、あの旦那さんの運動率が悪い、まあ確かにそれは自然妊娠率は下がるんでしょうけど、うん、統計上は、はい、でもそれはあくまで統計であって、うん、絶対無理なんかって、運動してる精子が1匹もいいんやったら無理ですよ、うんうん、でもあの正常の範囲から言うとちょっと低めだねっていうことであれば、それは神前妊娠できないにはならない、死にくいかもしれないけどできないではない、うんうんうん、で精液検査だって、まあ、病院によりますけど1回だけでしょ、はい、1回だけです、はい、精液ってめちゃくちゃ変わるよ状況によって。ああそうなんですね、はい、なので本当は2、3回は少なくとも検査を受けないと正常な値というか平均値っていうのは出てこないんですよ。だからそれでそれを信じたらその値をね、はい、そんな全然当てにならないです。うん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 、状態、睡眠の状態、食べたもの、いろんなものが加味されて、精液の状態ってコロコロ変わるんで、うん、なのでそこもあの運動してるものがちゃんといるんであれば、そこのケースになる必要もないのかなって思うんですよね。問題になるのどこかあったら、やっぱクロミットを内服したことによって上手に卵子が育たないっていう状態 の, その副作用を起こしてしまったっていうところが一番問題だから、もう2周期ぐらい様子見てクロミット内服して、そこでいい卵胞が育っていってるんやったらいいけど、そこで卵胞が育たないっていう状況が、もしくは内膜が育たない、経管免疫が減ってくるみたいな、そのクロミット特有の副作用っていうのを見られた時点でもうそこでクロミットは切らないといけないんですよ。でちょっとなーっていう症状が出てるのに、そのクロミットを続けることで、そういう、うん、どうしようこれあかんやんもうっていうような、うん、あのみたいなことを引き起こしてしまうのね、クロミット、はい、ヒロインさんの場合はクロミットっていうことよりも、はい、注射であのちゃんと育てた方が卵をね、うん、育ててあげるっていう方法を取った方がいいんやろうなっていうのを思います。あーなるほど、うん、だから病院も意外にこうクロミットで、まあ、一番手軽なんですよね、クロミットでね、うん、あの卵育ててあげるっていうのが簡単だから、うんうん、もうなんかどんな人に対してもクロミットだみたいな時代は昔はあったんだけど、今はそうじゃないので、はい、そのヒロインさんの体に見合った治療法っていうのをちゃんと選んでくれて、それを使ってチャレンジして、でそれで結果を見てまたそこを変化させていく、来月の次の周期また同じ治療法でいきましょうねの病院は避けた方がいいかなって思うんですよ。ああそうなんですか。一周期見た、妊娠せんかった、卵の状態、育った状態、子宮内膜の状態、全部総合的に考えて、その治療が合ってるか合ってないか、うん、いけそうやったら継続やし、そこで無理な何か起きているにもかかわらず、次の周期ももう一回やってみましょうかは無駄なんですね。友達に紹介してもらった人気のあるクリニックっていうのはあるけど、口コミで人気あるところってあるけど、うんうん、私たちからしたらその口コミっていうのは何をもって口コミなんやろうっていうのをすごい、うんうん、あなるほど、だからみんながいいって言ってたからとかっていうことじゃなくて、ヒロインさん自身がその納得できるような治療を、うん、先生が毎回毎回そこをもう一回考え直して、考察し直して、検討し直して、どんどん変えていってくれはるんかどうかっていうところをちょっとあの考えてみてもらうといいかなというふうに。なるほど、はい、長男のことですけども、夫婦仲はどうですか？そうですね、割とすごく仲いい方だとは思います。で子供たちもその夫婦が仲いいなって、お父さんとお母さんなんだかんだで喧嘩もするけど、なんだかんだ言って仲いいなあそこなみたいな感じに捉えているっぽい。そうだと思います。なんか以前はすごい目の前で喧嘩とかしてしまったんですよ。それはいかんなと思いながら、ちょっと自分たちもちょっと大人になってきて喧嘩もちょっと減って、まあ、子供たちの前では前ではというか、そのすごく仲いい姿を見せてはいるので、うん、お父さんとお母さんは仲がいいとは感じてくれてると思います。だ
ればね大丈夫だと思うよ子供は。あの私の経験上ね、どう見ても仲が悪い、もう見てられへん、もうなんかこの空気がもう辛くって、その同じ空間にいるのが子供ももうしんどいっていうような夫婦の関係のところに生まれてくる4人目ってなると子供は多分受け入れられない。じゃあでおとんとおかん仲いいよなみたいなね、そのいい男女関係っていうものをちゃんと日常的に見て育ってる子たちは、ここに生まれてくる妹か弟、年の離れてる妹弟全然受け入れれる。で、あんな時期だからこそ、受験だからこそ、また高校生だったらさらにいろんなことを考える年齢になってくるからこそ、なんかいろいろこう人間関係やったり、生きるって何かなとか、人生とはとかいろいろ考えていく、そういう中で、その生まれてくるちっちゃいちっちゃい命が、その子供たちの、その思春期の子たちの心も癒す、そういう存在になりうるのね。ああ、なるほど。うん。うちの今、12番目はまさしくそういう存在になってて、ティーンエンジャーがいるんだけども、あの彼女たちの気持ちを楽に今増やしてくれるんですよ、うん、でもちろん学校ではいろいろやっぱね、高校生ぐらいになったら、うん、お前とこのお父さんとお母さんセックスしたんじゃん、あの時、うん、マジでキモーとか言って、それで生まれてきたんやろみたいなことをね言ってくるね、あのね、うん、バカな男子とかいるんですけどね、うん、でも多分そのお父さんとお母さんが仲いい状態っていうのを見て育った長男は、うん、友達がそういうことをちゃちゃ入れてきたとしても、それを笑って流せると思うんです。仲がいい、その素敵な状態の延長上に生まれてきた子やから、気持ち悪い、はい、何でもない、ああ、うん、まあほとんどかんやってんや、やってんや、そうやんなみたいな感じで考えるやろうけど、まあ、それはネガティブにならないと思うのよね。だからそこは堂々としてたらいいと思いますよ。うん、だから先もあの大いにその多感な今受験間際の長男に対して、お母さん4人目が欲しいやんかみたいな話も普通にしていいと思う。本当ですか？したことない。もう欲しいな思ってんねんけど、あんたもう言うても高校生になるからさ、うんうん、ありやろ、そこら辺分かるやろ、こんだけ離れたら赤ちゃんとかもう懐かしすぎてさ、もう欲しいねんって、あんたもこんなでかなってもうたしさみたいな感じで軽く話してもいいと思うし、そんなちょっとそんなって、うん、実はねという話じゃなくていいと思うんですよね。生まれてくる命、セックス、こんなに年を離してっていう、その、うん、そういうものに対してこうヒロインさんやったり旦那さんがネガティブな感情っていうか、うん、あかんもの、なんか申し訳ないことを私たちはしようとしてるみたいな、そういう意識を持っていれば、うん、その気持ちっていうのは絶対長男に伝わるよね。俺すごいコソコソしてんなってなったらなんかそっちの方が悲しいことよね。うん、そうですね、うん、だからまずはやっぱり夫婦がそれをあのポジティブに考える、うんうん、まあ、来てくれるかどうかだって分かんないけども、うんうんうん、できることをチャレンジしてるねっていうことも言っていいと思うし、機会があればですけどね、わざわざ言うこともないかもしれない、うんうんうん、でもさ、よく考えたらお母さんってさ33年で生だな、全然産めるよなとかやっぱり同じ年齢のお友達とか産んでんねんな今な、ちょっと今産もうと思ったら産めるんよなとか考えることあるわとかね、なんかそういうなんか日常会話の中でポロンと言ってみてもいいや、うん、うん、そんな感じで夫婦の仲いい状態っていうのをずっと子供たちに知ってるっていうことで、生まれてくる4人目は何にもあのネガティブではないと思います。あの私たちが恥じらってるので、そういうなんか話はちょっと前ではしないようにしてて、しないようにというか、そのちょっと私でももう恥ずかしくって、うん、テレビでそういうシーンがあるとお互い目を背けてしまうんですよ、息子も私も。ですよね、ちょっとそういうことも見てるのよ、うん、そうすると子供の中で性っていうものはネガティブになってしまうんですよ、うん、隠さないといけないものなんだってなってくる、うん、今まだ中3やからいいですよ、これ高校生になって、ね、受験合格して高校生になったら周りも彼女いっぱいできてくる、いろんな学校のいろんなこともあの関わりが持つようになってくる、言ってるうちに彼女ができたりっていうようなことが起きてくるから、もう今時間の問題ですよ、あの彼女との関係の中で絶対そこにはセックスっていうものが出てくるのね、高校ってのはみんな知ってますよ、はい、普通に、はい、でもそうなった時になんかこう悩んだりとか、あの、うん、なんかこう大人にちゃんと相談したいなみたいなことがあった時に、こういう話いつもお母さん目背けるもんな、できひんよな、あの人のこと傷つけるなって、うん、お母さんのこと自分が相談持ちかけた時にお母さんが出してくる表情とかが浮かぶわけよ、子供はね、うん、じゃあそのお母さん大好きなお母さんを傷つけたくないからっていうことで、こういう手の相談はお母さんにはできひんから、うん、ボッてなってしまうでしょ、オープンに、はい、
ってほしいじゃないですか、彼女のことも、ゴムの一つや二つちゃんと持っときやみたいなことも親は言ったらなあかんし、うん、親からに、それが男としての礼儀やでって、彼女のこと本当に大事にしたりやったら、お母さん許さへんでみたいなことをね、同じ絶対許さんからみたいな、うんうんうん、こんな話もこうナチュラルにできる、そういう関係性であってほしいなって私は思うから、うん、いい機会なんじゃないですか、この4人目っていうものが、うん、に対する性教育 の、うんうん、すごくいいチャンスなんかなっていうふうにも思いますね、はい、頑張ってほしいな、逆に子どもたちのためにうんうん、頑張ってほしいな。人もうち昨日もうち の21歳の長女が、はい、うちの姉ちゃんを一番下のこれ20ほぼ21歳年下の妹なんですよね、これね、はい、妹やねんな言うてましたけどね、でもそう言いながらも今私とマーコがめちゃ仲いいもんやから、まあ、それを見てるから、うん、なんかそこにこう生まれてきた自分の21歳年下の妹っていうものに対してやっぱすごく受け入れがいいよね、うん、でもママのもう卵子も多分もうヨレヨレボロボロやからさ、ほんまに次 もし求めるんやったらさ、21歳のこうピッチピチの卵子いつでも分けてあげるから欲しかったら言ってとか言ってくれるもんね、そういう会話もできる、そういう関係になれるのがやっぱり一番、うんいいんかなっていうふうに思う、うんうんうん、ヒロインさんがしなあかんことっていうのは、自分たち夫婦が今4人目の妊活をしているということに対して後ろめたさを持ったり恥じらいを持ったり、いけないことをしてるんだってこそこそしているっていう状態、それはそういうことを口に出してなくても子どもたちみんな小2も小1も感じてると思う、勘です、子どもは気持ちの改革をしましょうか、素敵なことを今しようとしている、人生の冒険をさらにまたチャレンジしようとしている、うん、そういう自分たちがしようとしていることに対してもっと前にワクワクしてください、わ、うん、かりました、そこが一番問題かもしれない、あーなるほど、うんうん、で、まあ、治療はねどういうふうになっていくかっていうのは分かんないですけども、うん、まあ病院をちゃんと自分で選択をするっていうこと、うん、代わりがいいっていうからっていうことではなくて、自分にちゃんと納得できる病院先生っていうのをやっぱり見極めるっていうことね、うん、でまあ胆のう胞性卵巣っていうのは、まあ、治療すればちゃんと妊娠できるし、はい、みたいなできてる、はい、言っても年齢もまだまだ若いし、まあうん、ストレスならない程度にメンタルやられない程度に、うん、ゆるりと妊活していいんかなって思います、はい、だから長男、はい、高1になろうと、もし高3であろうと、大学生であろうと、その時に生まれてくる子っていうのはそれはそれで全然ありですよ、うん、いいと思うよ、はい、何も子供たちに対して申し訳ないことをしてるわけではなくで あこれもう一つだけ言わせてください、はい、私も11人目の時にすごい欲しくて頑張ってた時に、はい、やっぱその子供たち、思春期の子供たちへの影響ってむっちゃ考えて、むっちゃくちゃ悩んだんですよね、はいはい、もしもその11番目ちゃんが生まれてきたとして、うんうん、じゃああなたの、私のね、あなたのその子供たちへの愛情は11番目生まれたことによって、はい、他の今いる子供たちへの愛情は、あなたの愛情は変わるの、はい、いや変わりません、うんうん、生まれてきたところで他の今おる子たちに対する愛情っていうのは何も変わらへんし、変わらず愛してるし大切に思うし、そこは何も変わらへんって言ったのね、はい、でその他の先生はやろ、生まれてくる命と上の子たちの不幸とか幸せっていうのを直結して考えること自体がおかしいねんって言われて生まれたからって子供は不幸にはなりません、はい、うん、終わりなさいって言われて、スコーンとこう腑に落ちましたもん、はい、まや、なんか私が産むっていうことで子供たちが不幸になるんちゃうかって私は思い込んでたけど、うんうんうん、全く無関係な話やんって言われてみたらほんまやな、そうですね、で そうやって思い込んでるのは私の方であって、うんうん、子供たちが幸せになるかどうかっていうのは生まれてくる、うん、関係ないわけですよね、うん、ヒロインさんのうちは夫婦も仲いいしすごくいいやと思う、ただそこにめっちゃ年離れて生まれてくる妹が弟がおるっていうところでえーっていうイレギュラーさはあるかもしれないけど、うんうん、は常識、一般常識からちょっと外れた生き方だというだけであって、そこに生まれた家族はみんな喜んでいて、はい、夫婦も仲良くてヒロインさんが幸せであるのならば、うんうん、もうそれで何も問題はないわけでしょ、戸惑いはもちろんあるかもしれないけど、うんうん、うまくコントロールしてその問題を自分の中で乗り越えていくっていうことも
ヒロインさんがそれを子どもたちのためにしてあげることではなくって、うん、子どもたち自身が来たその現実に対してそれをうまく問題解決して乗り越えるっていうことは彼ら自身がやっていく問題なんですよ。それがなんかものすごいもう子どもたちがもう不幸になほんまに不幸になるような貧困であったりね、そういうことを次残ってやったらそれは夫婦の問題だし夫婦が何とかしたれよっていうことになんねんけど子どもたち、はいはい、そうじゃない、幸せをいっぱい与えてあげてる中での次の年の離れた4人目、そこは自身がちゃんと受け止めて乗り越えやって、お母さんのそこはお母さんの領域じゃないからって言って引いといたらいいんですよね。うん、そうですね。なんかその多能法性っていうのはその初めてなので、その3人目はこうポンポンポンとこうできたのでどうしてなんだろうってすごく恥ずかれるんかなってずっと2年間なんか頑張ってんのになーっていうのはすごく感じて、ホルモンっていうのはコロコロ変わっていくもんやからね、産めば産むだけ産むごとに変わっていくから状況ゼロに戻るんですよ。出産したら妊娠前の状態に戻るんじゃなくってリセットがかかるの、そこで1回君の後リセットかかって2人目だし、2人目の後リセットがかかって3人目で毎回たまたまうまくいったっていうだけの話、4人目ってなった時に何か問題がホルモン状態が出るってことは大いにあり得ることであって、症状が出てるにもかかわらずクロミッド行くのはもう間違いやし、だから諦める必要はないと思うしね。はい、もう根本的な絶対無理やっていうようなものではないから今の状況、だからぼちぼち行ってもらったらいいんかなって、慌てなくてもいいんかな、もうここまで来たら慌てんでもいいんかなって思うよね。何でも中高1でも高2でも変わらんやんみたいな。ほんでヒロインさんまだ言うても若いしさ、まだね、マルコになるにもあと2年ぐらいあるわけやから高齢年次、ね、はい、ということで言ったらそんなに慌てんでもいいし、のんびりと次の世にたっぷりと愛情いっぱい込めて、甘やかして甘やかしてダメ人間に育てていったらいいと思うんですよ。可愛いでしょうね、やっぱ年の離れたこう下の子っていうのは 4人目で年離れての4人目はやばい、やばいですか。っていう言葉は合いません、それに似合う言葉が見つからへんな、そこはぜひ経験してみてほしいなって思う。はい、頑張ります。は違うよ4人目は、そうなんかね殿堂入りすると思いますよ、ある意味、なんとなく大丈夫ですか。はい大丈夫です、ガンガン行きましょう、頑張って、はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで33歳で中3やから18の子なんか、18で産んで一人パパでずっと来てるよね、旦那さん変わった、変わりました。一番目は前のどこで変わった？中3だけ前の旦那さんの子？そうです、下2人は今の主人で。なるほどなるほど、10代で妊娠するとなかなかうまくいくケースってやっぱ少なくって、うん、うまくいくすっげーみたいな話になってきたりするんですけど、そうかそうか、バツイチやったね。そうですね。それでもね今現在幸せであって、はい、で、年が離れた次の子にこれ同じようなことで悩んでる人いっぱいいると思うんですけど、ネガティブに捉えないでくださいね。そう、あなた自身の人生であって、あなたが幸せであるっていうことが子どもたちにとっても幸せであって、子ども生まれてきたからって言って今いる子たちが不幸になるわけではないっていう、そこを絶対に崩さないようにいてほしいなというふうに思う、そういう相談でございました。はい、12人目産んじゃいました、助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。はい、ありがとうございました。ごめんなさい、なんか言葉が全然まとまらなくて、私が単純のように喋ってごめんなさい。でもないです、こんにちは。聞きづらかったと思います、うちの妻の言葉が。とんでもないです。すっきりした？すっきりしました。今に病院はあるの？その不妊治療をやってる近くにあるんですか？近くに一軒だけあるんですけど、そこはもうがっつり不妊治療の病院なんですよ。で、私が行ってるとこは、ちょっとちっちゃい婦人科と産科があるところ で、だから妊婦さんばっかりじゃなくて、まあ、その婦人科で来てる方もいるので、そんなにいて辛くもないし、そんなこうがっつりすることじゃないので、まだちょっとそこから始めてみようかなっていうところでそこに選んだんですよね。先の前だとすごい緊張して言えなくって、もう言われた通りはい分かりましたっていう治療をずっとしてきたので、それは言ってもいいのかなとか、でだからそれができひんにやったらやっぱ病院変わらなあかん、うん、まあ、今自然周期で排卵してるっぽいから
やったあとはもうちょっとタイミング取ってもいいかなと思うんですね。まだ言っても3周期しかやってないから、妊娠率って6回に1回ヒットって言ってたからね。だからあと3、4ヶ月、はい、春、まあ、ゴールデンウィーク、その後で妊活してみて、そしたら次ちょっと考えて病院も変わることも検討かなと思う。でもゴールデンウィークぐらいまではそのままチャレンジしてていいと思う。あ、そうなんですね。自分でできることってないのかなっていう考えて、食生活だったりその生活習慣だったりとか、やっぱプラスになるようなことは続けた方がいいですよね。それをしてからといって妊娠率が上がるっていうことではない。ただ、体にいいこと、健康的なことは私やってるもんなっていう自分の中の自信になる、それがダイレクトに妊娠率には繋がらないんですよ、そんなで妊娠できるんやったら誰も苦労せへんな。そうですね。はい、妊活のためにというよりも、こう日本人として健康的な食生活とか生活ってどんなんかなみたいな、健康的な毎日を送る、はい、あとはそのネガティブに考えずに明るい気持ちで、今なんやっていうタイミングで明るいと思うよ。確かに今やわ、あの時じゃなかったわ、あのウェブ相談したあの時、そうや今やわって。絶対そうやな。僕らがまさに2人そうや、気合い入れた時はほんまにできひんか。そう、気合い入れてる時力やっぱ入ってんやろうな。だし、いろんな、なできた時に、その頑張ってた時のことを思うと、あの時より今の方が状況的に赤ちゃんを迎え入れるのに環境がね、環境今やんな、うん、そうそうそう、で11番目も12番目そうやったもんね。そうそうそう、そういうのってあるのかもしれない、ってなったら、もしかしたら受験終わるまで待ったりやみたいなことなんかもしれへんしね。ちょっと私の肩の力が今すごくあれなんですね、来るかもしれないですね。きっとやと思います。家族にとって一番いい環境の時、そう、だから次男のことももしかしたらね、その、のこともあって、まあ、今まだね1年生やもんな、ね、始まりかって遅かったし、入学式も、あんな時期やったしっていうのがあったし、まあ、それで学校っていうのもほんまに馴染んできて半年以上だって、ようやく2年生だって、あ、ちょっとなほんまに馴染んできたなっていう、そのあ、いけるかなみたいな、そこのタイミングで来る4人目なんかもしれない、とかいろいろ考えると、ポジティブに明るく、旦那とも仲良さそうやし、私妊娠すると思うわ、その、クロミット使わんで排卵してるっていうことは、卵子の質云々ではないと思う。もうちゃんと終わってるんやったら、で卵子がちゃんと排卵されてるんやったら、そこの問題ではないと思う。でも、まあ、その卵子の質が悪いっていうことに関しても具体的にそうかもしれないということやったら、排卵した後の状態のホルモンの値を計測してもらえば、その排卵ホルモンがちゃんと分泌されていれば、いい卵が排卵されてたねってことも分かるしね。あ、そうなんですね。そこら辺もきっちり出していってくれるような病気みたいな。そうですね、今そこまでないので。はい、今日はありがとうございました。ました。はい、だからありがとうございます。はい、見続けてもらって高評価をいたします。はい、チェックをしときます毎日。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。